4月11日は、グレゴリオ歴で年始から101日目にあたり、年末までは、あと264日ある。フォンテーヌブロ条約によりナポレオンのエルバ島への、流刑が決定、トルーマン、マッカーサーを鋼鉄メディアを再生するホロコーストの、責任を問うアイヒマン裁判始まる。動画は12月2日の判決のニュースルワンが虐殺、避難民2000名の大半が虐殺される。 公立技術学校の虐殺発のアフリカ出身動画皇帝セプティミウス・セウェルス誕生。セウェルス朝を開いたポルトガル王女アン・一世、誕生フランスルネサンス文学の被護者マルグリット・ド・ナバル誕生。エプタメロンの作者でもある自由主義的外交を展開したイギリスの政治家ジョージカ・ニング同様を多く残した詩人カネコミスズ誕生。 フェルマーの最終定理を証明した数学者、アンドリュー・ワイルズとローマ帝国皇帝ロマノス三世、アルギュロス、入浴中に、不慮の死を遂げるシツエパノフのスタニスラウス、殉教のムール・コーガストン・ド・フォーは戦士・イレファントマンとして知られたジョゼフ・メリック・ボツ・ラファエル全派の画家、ジョン・コリア・ボツ。画像は、古代バプジンメートル方向不記念日。画像は、メートル元気。現在は、 元気ではなく高速が基準。ありがとうございます。